っちこそ、誘ってくれてありがとう。いや、君の言ってた通り、すっごい勉強になったよ。今後のライブにバンバン生かさなきゃ。みんなか。あ、うん、なんでもない。なんかいろいろ刺激受けちゃったから、アイさんすぐにでもライブしたい気分だな。うんうん、君と私は以心伝心で感心感心。もう一回見たい。あ、やっぱそうなるか。君のそういうところ好きだけど、そうじゃないってなるんだよね。やっぱちゃんと言わないと伝わらないよね。今日はね、本当に本当に楽しかったんだよ。だって君と二人でいられたから。みんなと一緒も楽しいけど、私もっと君と二人きりの時間を過ごしたい。だから次もこの映画は二人で行けたら嬉しいな。わかった。やったー！絶対だからね。他の子誘ったら罰ゲームだぞ。楽しみだな。でも映画の前にライブの打ち合わせもしなくちゃね。君とやりたいことがたくさんあって、ほんと困っちゃう。あれれ、君顔が赤くなってるけど、どうしちゃったの？もしかして愛さんにドキドキしちゃった？